今夢ありますか？いいじゃないの。例えば目標に到達しそうになった時に、きっとその時みんなは本来夢だったことを目標って言ってるはず。そしたらその時自分自身が成長してるってことに気がつけるはずだから、僕の今まで生きてきたシンボルはバスケットボールなので、今度は選手じゃなくてコーチになって日本一を目指すコーチになりたいな。自分がプロに行くきっかけになったのは、小学校6年生の時の卒業文集、プロバスケットボール選手になりたい。小さい頃の夢を叶えられる人って何人いるんだろうって思って、そういったチャンスがあるなら自分はそれにチャレンジしたいっていうふうに思ってプロになることを決めました。もしかしたらみんなのそのシートが一つのきっかけになるかもしれないし、書いたり口にするっていうことはまたなんか夢につながる第一歩になるのかなっていうふうには私は思いますね。